お元気ですか？ペルシアンです。今日朝食ね、朝からがっつり食べたいと思ってね、たまたまね、詩人からいただいたそうめんを茹でてね、カレーそうめんにしました。カレーそうめん卵のせいでございます。前からね、カレーとそうめんって合うことが分かってるのでね、これを混ぜて食ったら結構うまいんじゃないかなと思って、で卵も安く手に入ったので、で乗せました。で、早速食べてみたいと思います。こうかき混ぜてですね、見せなきゃダメか。これをね、こうやってね、かき混ぜるんですよ。で、そうめんがね、これが白からね、だんだんね、茶色に変わってくるんですよ、これ。こう。で、こうかき混ぜて、で、で、足りなかったらまだね、まだあるのでね、追加してね、食べてね、いきたいと思います。じゃあ、これ、ちょっとね、食べます。いただきます。で、やっぱりカレーとそうめんで、いけますよ。これ、もしね、例えば、そうめんがね、タレでね、タレつけて食べるんですよ。めんつゆつけて。それがね、どうも飽きたなと思ったらね、カレーってください。全くね、味がね、全く変わりますのでね。ぜひね、ごめんなさい。お試しください。今日も一日ね、頑張っていきましょう、皆様。ね、今日ね、会社休みなのでね、ゆっくりしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。頑張りましょう。